釣り天モザイクに描かれた、剣闘士。200年頃。剣闘士は、古代ローマにおいて、見せ物として、闘技界で戦った剣士。名前の由来は、剣闘士の一部が、ローマ軍団の主要な武器でもあったグラディウスと呼ばれる、剣を使用していたことから来ている。共和制、ローマやローマ帝国の多くの都市には、アンフィテアトルムが存在しており、 そこで剣闘士同士、あるいは剣闘士と猛獣などとの戦いが繰り広げられた。また人工池などを用いて模擬海戦が行われることもあった。闘技会に批判的なキリスト教の影響によって、衰退し、404年に西ローマ皇帝、ホノリウスの命令で闘技場が閉鎖されたが、その後も各地で続けられていたようであり、681年に、 公式に禁止されて消滅した。検討士試愛が描かれたパエストゥムの墓の壁画。紀元前4世紀頃検討士の起源については、はっきりしたことは分かっていない。従来のエトルリア人の生贄の儀式をローマが採用したという説は、現在では支持されていない。もう一つは、 南イタリアのカンパニア地方起源説であり、紀元前4世紀のパエストゥムの墓の壁画には試合を行う検討士の姿が描かれている。歴史家リウィウスは、カンパニア人が敵であるサムニウム人を検討士として戦わせていたと述べている。紀元前1世紀頃は、南イタリアが検討士工業が最も盛んな地域だった。記録上最も古い検討士試合は、 紀元前264年に、ローマのマルクス・ユニウス・ブルトゥスとデキムス・ユニウス・ペラの兄弟が、父の葬儀に際してボアリウム広場で行ったものである。歴史家リウィウスは、紀元前3世紀から全2世紀の討議会に、いくつか言及しており、この中でも、紀元前174年のティトス・フラミニヌスが主催した74人の、検討士による、 闘議会は注目すべきものであったと述べている。以降、個人の哀悼のための形式での追悼闘議会が広まり、生贄を求める農人サトゥルナリアの祭りに際して行われる傾向が強かった。紀元前2世紀には円形闘議場が建設されるようになり、都市老までの闘議会は主にフォルムローマーヌムで行われるようになった。追悼闘議会は、その規模がより、 大規模なものになってゆき、やがて個人の死を痛むものから世俗化した見せ物となり、政治家のプロパガンダの場と化していった。民衆は、党議会に熱狂し、政治家に、その主催を要求するようになり、公職選挙と結びついた、追悼党議会が行われるようになる。このため、党議会が派手になりすぎるとの危惧を受け、開催日数や検討指数の規制が設けられたが、 遵守されず、民衆も問題にせず、公職選挙と、党議会の結びつきは、帝政初期頃まで続いた。共和制ローマの領土拡大とともに、ローマ人は大量の戦争捕虜を手に入れ、これら捕虜たちが、おののの民族風の武装をした、剣闘士にさせられ、紀元前2世紀に、初期の剣闘士のスタイルである、ガリア闘士とサムニウム闘士、紀元前1世紀には、 トラキア党時が登場した。ポンペイ遺跡の壁面に描かれた、剣闘士の落書き。剣闘士の試合が盛んになっていた。時期の紀元前73年に、カプアの剣闘士スパルタクスが最大規模の奴隷放棄を起こした。およそ70人の剣闘士の脱走から始まった。反乱は12万人もの規模に膨れ上がって、イタリア半島を接見した。反乱軍は、 ローマ兵捕虜に検討し試合をし、古代の歴史家オロシウスは、かつて見せ物にされていた者たちが、今や観客となったと述べている。紀元前71年に、スパルタクスの反乱軍はクラッススによって鎮圧され、全滅した。ユリウスカエサルは、党議会を政治プロパガンダの場として活用し、紀元前65年に640人もの、検討士を集めた。 大規模な闘技会を模様し、紀元前46年には、さらに大規模な総勢1200人もの闘技会を開催している。カエサルは、ローマ近郊のマルスの野に池を作って、軍船を浮かべ、模擬海戦を行わせて、人気を博しており、後の皇帝たちもこれに習っている。カエサルは、紀元前65年の際はかなり以前に死去している、父の名で、 紀元前46年の時は前例を破り、女性である8年前に死去した娘ユリアの追悼の名義で検討指示愛を模様しており、形式的にはなおも宗教的な側面を残していた。検討史研究の基礎を築いた歴史学者ジョルジュベルはこれまで検討指示愛とは、別個に模様されていた純粋な見せ物である投重視が、様々な方法で猛獣を殺す野獣狩りが、 剣討支持愛の前座として組み込まれたことが、剣討支持愛の世俗化の決定的活気であったと指摘し、その書出は6年に模様された大ドルススを追悼する党議会と考えられている。初代皇帝アウグストスは在位中に8度の党議会を主催し、1万人の剣討士を戦わせその他の競議会と合わせて3500頭の猛獣を殺している。 次のティベリウス帝は逆に一切見せ物を主催せず、ひどく人気がなかった。カリグラ帝とクラウディウス帝は検討し試合を盛大に催し、これに対してネロ帝は戦車競争や演劇を好んだ。貴族たちも人気取りのために私的に工業士や訓練士を雇い入れて検討士団を組織させている。民衆は、 闘議会の開催を強く望み、北イタリアのポリレンティアで役人が死去した際、町が追悼闘議会を催さなかったため、怒った住民が力づくで、葬儀を阻止しようとして兵隊が出動する騒ぎが起こっている。また、59年には、南イタリアのポンペイの円形闘技場で興奮した、ポンペイの住民とヌケリアの住民との間で乱闘が起き、 以後、10年間ポンペイ市民は、市としての闘技会の開催を禁止されている。79年のベスビオ火山の噴火でこの町が、地中に渦漏れ、発掘された遺跡から、円形闘技場跡や遣唐使養成所跡、防具の出土品そして遣唐使に関する民衆が書いた、落書きが見つかっており、古代ローマの遣唐使の実像を知る手がかりになっている。 ローマのコロッセウムと隣接する大洋聖書の遺跡。80年、都市ローマに5万人収容のフラウィウス、円形闘技場が完成した。ティトゥステイはこのコロッセウムの落成を期して、大規模な闘技会を模様し、野獣狩り、剣闘士試合、模擬海戦が100日にわたって模様され、1日だけで5千頭の野獣が殺されたという。トラヤヌステイは1万人もの剣闘士を集めた。 討議会を開催し、コンモデュステは、自らが、検討士になり735回も戦っている。ローマ世界全体では186の、円形闘技場が確認されており、さらに86の未確認の闘技場があったと、されている。ドミティアヌステの時代以降、都市ローマでの闘技会の工業は、役人の管理官が行うようになり、大要請書、ガリア要請書、 ダキア養成所そして総長養成所の4つの帝国養成所が開設され、ローマの大養成所は地下通路でコロッセウムにつながっていた。闘議会は長らくローマで最も人気のある娯楽だったが、キリスト教会はこれに批判的だった。380年にキリスト教がローマ帝国の国境になると教会は検討しや、 訓練士をはじめ闘技会に関わるすべての者は、洗礼を受ける資格がないと定めた。それでも、闘技会は規模を縮小しながらも続けられたが、人気が落ち、訓練生も集まらなくなった。404年に、闘技場で試合を止めるよう呼びかけた、修道士、テレマクスが、監修の投石を受けて死亡する事件が起き、西ローマ皇帝ホノリウスは、闘技場を閉鎖させた。 これ以降、党議会はほとんど催されなくなったが、440年頃までは、まだ行われたとされている。523年に、イタリアを支配する、東合をテオドリックが、討議会を禁止する布告を出しており、この時期でもまだ行われていたようであり、681年に、公式に禁止され、討議会は消滅した。検討施工業の衰退と消滅は、 キリスト教の影響とするのが通説だが、これとは別に3世紀以降に剣闘士試合の敗者が全員殺害されるようになったことやモザイク画から審判の姿が消えて多彩だった。剣闘士のスタイルも人気のあった追撃闘士と網闘士ばかりになった現象に着目し、刹那的な流血の興奮を追求する。あまりに試合が過激化。 単純化した結果として観客に剣闘士の技を見せる、娯楽としての余裕がなくなり、単なる死ぬか生きるかの殺し合いになってしまったことが、人気を失い消滅に至った原因ではないかとする、説も提起されている。剣闘士養成所跡。ポンペイ遺跡剣闘士となる者の,の大半は、戦争捕虜や奴隷市場で買い集められた者たちで、 反抗的なために主人に売り飛ばされた奴隷が多かった。何らかの理由により自由民が志願するケースもあり、研究者の試算によると検討士10人中2人が自由民であった。また、犯罪者も検討士として闘技場に送られた。検討士は勝ち続ければ、富と名声を得ることもできたが、一方で、ローマ人たちからは堕落した者、野蛮人。 はずべきものとみなされており、その社会的地位は低く売春婦と同類とみなされ、奴隷の中でも、最下等の者たちとされ、下げ済まれた。重簿された奴隷や自由民たちは工業士が所有する、検討士団に所属し、その検討士要請所で長期にわたって、訓練を施されてから、討議会に出場した。工業士は、勝ち残り自由を得た元検討士で、 財を成すこともできたが、売春宿の主人と同様の副業とみなされ、社会的地位は低かった。検討士養成所では闘技を指導する元検討士の、訓練士や教練士、高度な技術を持つ医師そしてマッサージ士などが働き、検討士の要請を行った。訓練士によって、検討士たちは行進の仕方から、武器の扱い、足技、突き刺した剣でどうやって、 動脈を見つけるかなどを指導され、徹底的にしごかれることになる。木製の剣を手に練習し、藁人形を相手に殴りかかる練習や訓練生、同士の練習試合で経験を積む。訓練中の剣闘士は、闘技界以外での怪我と反乱を防止するため木製の武器を用いており、本物の武器は与えられなかった。訓練に耐えられずに自殺する者もおり、 訓練について来られない者たちには過酷な罰が与えられた。定性初期の政治家で詩人のセネカは苦痛に耐えきれず、自殺した者の事例について言及しており、あるゲルマン人の登中氏は、便所の汚物洗浄用の海面の棒を喉に突っ込んで命を絶ち、またある登中氏は、馬車で移送中に居眠りをしたふりをして車輪に頭を突っ込んだという。ローマ人の見せ物として、 仲間同士で戦わされることを嫌い、互いに喉を締め合って絶命した蛮族の一団、そして模擬海戦の最中にこの見せ物の愚かさを、罵って自殺した蛮族の戦士の話も伝わる。訓練生の宿舎は、厳重に監視され、夜は鍵をかけるなどして閉じ込められたが、食事については需要になるものを与え、古代ローマでは大麦を食べると脂肪を増やして、 出血を防ぐと考えられており、これを主食とさせるなど配慮していた。ただし当時のローマ市民の主食は小麦であり、大麦は主に家畜の飼料用であり、剣闘士は、部別的に、大麦食いと呼ばれた。網闘士と追撃闘士のモザイクが、2から3世紀基礎的な訓練を終えた、新人剣闘士は、俊敏さ、強さ、体格、熟練度に応じて、トラキア闘士、 サムニウム投資、網投資、魚兜投資、追撃投資といった様々なスタイルの剣投士に分けられた。また、訓練についていけない落語者は投獣士になった。剣投士は自身が所属する剣投士養成所の工業士の手配で各地の闘技場へ巡業に出た。剣投士は消耗品ではなく、巡業で金を稼ぐための重要な資産でもあるため、 工業士は検討士を頻繁に、党議会に出すようなことはしなかった。戦いは公正に、そして観客が楽しめるようにマッチングされた。検討士が埋葬された墓地を発掘し、少なくとも68体の骨の分析を行った。結果、骨ミネラル値が異常に高く、強い筋肉と骨が作られたことが分かった。同時に、食事の内容を分析した結果、 多くの剣闘士が菜食主義の食事をとっていたことが分かった。かつては試合が始まれば剣闘士たちはどちらか一方が死ぬまで戦わされたと考えられていたが実際には必ずしも死ぬまで戦わされたわけではなく負けた剣闘士であっても観客を十分に満足させる試合をしたとみなされれば除名されることも多かった。 そして無事生き残り、引退した、剣討士の中には、工業士や訓練士として剣討士を鍛える側に回る、者もいた。生き残り、引退した者にはその証として勃犬が与えられる。この一方で、犯罪者の剣討士は、訓練を受けることもなく、獄中から、闘技会に引き出され、防具なしで戦い、その大半は、闘技場で命を落とした。剣道士には、 訓練士、ルディアリウス、パロス、ウェテラヌス、そして試合未経験の訓練生の順に称号があり、このうち同一武装集団の序列であるパロスは、筆頭剣闘士、実績剣闘士と続き、第3から第8剣闘士までの存在が確認されている。奴隷の訓練生には劣悪な住居が与えられたが、自由民や勝ち続けた剣闘士の居住環境はましであり、 最高位の筆頭剣頭誌にまで登り詰めた者は最高の住環境を要求することができた。また、その生活は必ずしも外界から遮断されていたわけでもなく、恋人をもったり家庭を営む剣頭誌もいた。セネカは最も価値のある剣頭誌は理系のものであるとし、剣頭誌の碑文からは凡庸なる群れ、未熟者、上級者、最上級者、 探齢者の順に投球があったことを伺わせる。検討士は競技場で監修の喝采を浴びる対象ではあり、多額の報酬を受けたが、解放されても他の解放奴隷とは異なり、ローマ市民やラテン人にはなれず、自由民の中でも最低の幸福外人類身分しか与えられなかった。戦闘のプロであるという性質上、前100年頃には、 新兵訓練には剣討士養成所の教官が役に立つという考えから、軍の指揮官たちに雇われて、戦闘技術を不評に教授する教官がも現れている。剣討士は本来は兵士ではなかったが、69年のオトテイとウィテリウスとの内戦の際に、オトテイは剣討士2000人からなる部隊を編成させており、歴史家タキトゥスはこれを、はずべき、補助兵と形容している。 共和世紀には仮想階級の者が検討支試合に出ることがあったが、帝世紀に入ると、騎士階級や元老院階級の者までもが出場した事例もあり、極端な例としてコンモデュスは皇帝でありながら自ら検討士として党議会に出ている。アベニューシーザーもリツリテサルータント皇帝に敬意を捧げる検討士たち。ジャンレオン・ジェロームが1859年、 検討士協議の主催者の思考や野心によって残虐度や物珍しさ、そして血液の量は増減したが、少なくとも検討士同士の試合は今日、考えられているようなルールのない残虐症ではなかった。党議会は皇帝や政治家、地方の名簿家が主催し、多額の費用がかかるが切符は無料で市民に配られ切符を持たない。 仮想階級や非市民階級の者も,も最上段の立ち見席で観戦できた。民衆は無料で観戦できることを強く要求しており、紀元前122年頃には高級政務官が特権を利用して、闘技場に閲覧席を設けて、有料で試合を見せることにしたが、時の五民館、ティベリウスグラックスが民衆のために職人を送り込んで、 閲覧席を取り壊させて、無料で感染させた事件が起こっている。党議会の規模は様々だが、失勢感染出のために、クロディウス・フラックスが主催した、党議会の告知文の場合は30組の試合で3日間で、あった。また、ポンペイで発掘された、ネロテーの終身新官でキムスル・クレティウス・サトゥリウス、ワレンスフ氏の党議会の告知文では30組の、試合で4日間だった。 紀元前22年に検討士工業では120組を最大とする規定が定められているが、皇帝が主催するものとなるとこの拉致外で、初代皇帝アウグストゥスは8回の工業で5000組を戦わせている。討議会には工業の側面があったため、前日には宴会が開かれて検討士たちには、大番振る舞いのご馳走が供され、これを市民たちが見物した。闘技会は、 早朝から開催され、最初にパレード用の兜と刺繍したマントを身につけた、剣道士の入場式があり、主催者は人気取りのために思考を凝らすが、監修はひどく退屈したという。皇帝が、闘技会の主催者の場合、剣道士たちは彼に次の言葉と共に敬礼をした。皇帝万歳。死にゆく者たちより敬意を捧げます。 この敬礼の資料上の書室は、クラウディウス帝が模擬回線を主催した時だが、これに皇帝が除名をほのめかす返事をしたため、死ぬまで戦わされるはずだった軍船の乗組員たちが、命惜しさに船を散らし始めて、皇帝を激怒させている。ポンペイ遺跡の円形闘技場。当時の町の人口よりも多い2万人を収容できた。アルルに残る。 2世紀ローマ帝国のアリーナ午前中は野獣狩りが催された。ヨーロッパ、中東そしてアフリカから集められた熊、虎、ライオン、ヒョウなどの猛獣やゾウ、キリンといった鎮獣が闘技場に放たれ、闘獣師たちがこれを刈り殺してゆく。もともと野獣狩りと剣唐師試合とは別々に催されていたが、次第に遣唐師試合の余興や前座として催されるようになり、 低世期に入った頃に、これが固定化した。登獣士は武装しており、猛獣との戦いで命を落とす頻度も、そんなに高くはなかったが、獣罪人と猛獣との戦いは公開処刑であり、大抵の獣罪人が、猛獣に殺された。野獣狩りのため殺すセウムには猛獣を、檻のある場所から闘技場の木座橋まで移動させるための、人力エレベーターが二十八機設置された。 クマなどの大型銃を昇降できるように重量は3 0 0ラムまで対応していた。午後になると、罪人の処刑が行われ、彼らは武器を持たされ罪人同士で死ぬまで戦わされるか、剣闘士と戦って殺されることになる。まだ息のある罪人は、試合終了後に運び出された後でとどめを刺された。罪人の処刑が終わると剣闘士の試合が始まる。まずは、 二流の養成所剣闘士の試合で彼らはくじ引きによって組み合わせを決められて戦う。ここで戦わされる新人剣闘士たちは最初の戦いで命を落とすことが多かった。夕方頃からが筆頭剣闘士をはじめとする名の通った剣闘士たちの試合となる。剣闘士の名前が呼ばれ武器の威力を確かめた後、二人の審判員がいる。 闘技場の中央に進み出ることになる。試合は相手を殺すか負傷させるかして無力化させるまで続く。試合を終わらせたければ、人差し指を高々と上げるか、盾を放り投げると、降伏の意思表示になり、降伏した相手を傷つけるのは、癒やしい行為とされた。ポリチェベルソ、差し下ろされた親指ジャンレオンジェロームが、1872年、そして決着がついた後、 試合の敗者については、観客が除名か処刑かを選択できた。一般的には関東したとして除名するなら親指を、上に、見苦しい負け方をしたとして止めを刺すなら親指を下に、するのが合図であったとされるが、現代の研究者たちは親指を突き上げた拳とともに、殺せ、と叫べば処刑、親指を下げれば除名だったと考えている。歴戦の剣闘士であれば、 観客に死を宣告されるような、見苦しい負け方はしないように特訓されている。それまでに大金をかけて要請した、剣闘士を失うのは経営者にとっても大きな損失であるため、剣闘士が、監修の希望により、勃剣を授けられて自由になるか、重傷を負って戦えなくなるか死んだ場合、主催者は、市場価格に見合った金額を工業士に支払わねば、ならなかった。 勝利者にはその証である城の小枝が与えられ、卓越した者には月経感が授けられた。時には勝利の宝章として多額の金品を得ることもあった。また、詩人に称えられ、宝玉や壺に肖像画が描かれ、夫人たちの愛好を得た。筆頭追撃闘志ウルビクスの母妃。十三戦を戦った後に二十二歳で殺害と書かれている。 三世紀中頃共和制時代には、闘議会の告知文には、除名なしと書かれていたが、初代皇帝アウグストゥスはこれを禁止しており、歴史学者ジョルジュベルの研究によると、一世紀において100試合に、出場した200人の検討士のうち死亡者は19人、生存率は9割を超えている。だが、闘議会は、再び過激化に向かい、三世紀には一試合置きに、 死亡者が出るようになり、やがて剣討師試合の敗者はほぼ殺害されるようになった。なお、この時代はラティフンディウムが行き詰まりコロナアーティスに移行するなど、奴隷不足が深刻になり、むしろ貴重になった奴隷を保護する法律が施行された時期でもある。剣討師もよく訓練された奴隷が減り、従来なら落語するレベルの奴隷や犯罪者が 剣闘士として借り出される割合が高まったことから死亡率が高まったのである。主催者の思考による変則的な討議会も伝えられる。試合は1対1で行うものだが、カリグラテは網闘士5人と追撃闘士5人とで戦わせた。コンモドゥステは歌詞を失ったものをローマ市中からかき集めて蛇の尾の衣装をつけさせ、棍棒で彼らをことごとく殴り殺させた。 政治家シュムマスクが主催した、党議会では変わった趣向により、監修の興味を引くために、彼が買い集めた、検討士たちは戦わずに互いに首を死ぬまで締めさせ、最後の一人は絶命するまで自分で壁に頭を、打ちつけさせた。紀元前46年に、ユリウスカエサルは、都市ローマ近郊のマルスののに、人工の池を作らせて16隻の軍船を浮かばせ、4000人の、 罪人や捕虜を漕ぎ手として死ぬまで戦わせる模擬海戦を初めて模様した。57年に、ネロ帝はカンプスマルティウスの円形闘技場内に水を張り、模擬海戦を行わせた。ティトゥステは常設の人工池を作り、サラミスの海戦を再現させた。ドミティアヌステは落成してからほどないコロッセウムで二度の模擬海戦を模様している。 剣闘士は年に3回か4回程度の試合を行い、20戦、歩道を経験するまでに死ぬか、勃権配受者となって引退したと推定され、一世紀頃の、事情では生き残り得る確率は20人に1人、程度であった。シチリア島の追撃闘士フランマの母妃には4度勃権を、送られながらも戦い続け、25回の勝利を収め、4回の、除名。 そして9つの戦いでは引き分けたとある。剣闘士に限った話ではなく、長年尽くした奴隷はその功に報いて解放される場合が多かったが、剣闘士だった奴隷は、観客の喝采を浴びた経験が忘れられず、引退してもまた剣闘士に戻る者もいた。共和制末期の政治家で、哲学者のキケロは剣闘士試合を残酷で非人道的だが、 苦痛や死に視覚的に慣れさせる訓練として、これ以上効果的なものはないと評した。停戦初期の政治家セネカは、人殺しのみが繰り返される、闘議会とそれに熱狂する観客の様子を語り、このような闘議会を観戦することは、人を一層非人間的にさせると述べ、聞けろと違い、その功用に言及しなかった。18世紀の啓蒙主義思想家モンテスキューは、 剣道史試合によって、ローマ人に残虐性を帯びさせたと評するとともに、流血と負傷を見慣れることによって、ローマ軍団の強さが維持されたと聞けろと同様の解釈をし、ルソーは、共和世紀においては、ローマ人の勇気と徳を刺激したが、低世紀には、流血と残虐とを好ませるだけになってしまったと、分析している。剣道史の学術的な研究は近現代に、 入ってから行われ、19世紀後半のドイツの歴史学者、フリートレンダーを先駆者として、20世紀初めにかけて古典資料をもとに検討士の歴史や運営が網羅的に論じられた。また、円形闘技場やポンペイ遺跡に関する基礎的研究の数々の業績が残され、この時期に検討士研究における古典学説が形成された。20世紀半ばには、 非文学の立場から古典学説に修正が加えられ、フランスの石学ルイロベールは、非文研究から、それまで検討史文化から切り離されて考えられていた、ギリシャ語圏における検討史需要を明らかにしており、さらに1937年から始まったローマ市の大用聖書の発掘調査の成果は検討史研究に重大な影響を与えることになった。 20世紀後半の大きな業績としては、フランスのアナール学派の歴史学者ジョル・ジュビルの検討史研究が挙げられ、彼の没後の1981年に交換されたモノグラフは、長らく無批判に受け入れられていた古典学説に対する反論を展開し、検討史研究における新たな方向性を打ち出した。これまでの研究は、古典資料や碑文によった、 文献学的手法が主流だったが、1970年代以降、検討史を含む見せ物の研究に、社会学や文化人類学の手法が取り入れられ始め、検討史闘技を通じた古代ローマ人の感情や認識を考察しようとする神聖史的な流れが現れ、1980年代に定着した。非文学や考古学の分野でも進展があり、 サッパティーニ・トゥモレー氏の非分研究と、非分修正シリーズの観光、考古学の分野では、ゴルバンの円形闘技場研究の大著がある。90年代以降も数々の検討手研究の論考が出されており、これらは、ビルの研究の影響を受けたもので、社会、新生史的な流れを組むものである。 現代の英語では他人の不幸を喜ぶ気持ちをロマンホリデーと表現するが、これは剣闘士の試合が休日に行われていたことに由来する。1対1で戦う剣闘士は基本的に以下の5種に分類された。剣闘士には鎧が当てが割れたが腹部など急所の部分が露出しているデザインが多い。互いに相手に傷を与えることができないと試合が成り立たないし、 また重い鎧が、剣闘士の動きを阻害すると、試合としての面白さを削ぐことになる。むしろ試合を見た目にも盛り上げるための、演出用のソーシング的な意味合いが強い。優れた、剣闘士は防御の神経を露出部分に集中することで、防具の不完全さを補ったが、こうした駆け引きもまた試合を盛り上げた。その他、以下の剣闘士の種類が確認されている。 ドイツのトリーアやオーストリアのカルヌントムなど、かつて闘技場があった地域では、ローマ時代の行事を再現する、祭りの一環として検討し試合の再現が行われている。特にカルヌントムでは古代ローマ関連の施設が観光資源となっており、検討し養成書を再現した建物も整備されている。2015年にはコロッセウムにあった。 猛獣用の人力エレベーターが修復された。ソードサンダルと呼ばれるファンタジー映画の一、ジャンルでは剣闘士が登場する作品も多い。特に1948年から1965年にかけて、イタリアでは剣闘士の戦いを強調した剣闘士映画が多数制作され、ソードサンダルと呼ばれるファンタジー映画のサブジャンルとして定着した。 ありがとうございます。